インド南部のタミル・ナール州には30の県が設置されている。元のタミル語では、と言い、直訳すれば、大園である。日本語である地点を中心とした広い地域を、一園と呼ぶときの園と同じ発想である。英語では、ディストリクトと訳される。県は、二通りの地域区分を有している。一つは軍であり、もう一つは区である。また、それらとは、別個に、 都市は、市として区別される。その中でも大都市は、政令指定都市とされ、自治体組織を有している。現在の政令指定都市は、チェンナイ内ヤンブットゥールマドライティルネルベーディ、ティルチラッパディセーラムの6市である。タミル・ナードは、以下のように、30の県に区分されている。50音順、英訳のアルファベット順、1947年のインドの独立と同時に、 英国統治下のマドラスカンクとサンデュール藩王国、バンガナバリ藩王国、プドゥッコータイ藩王国は、マドラス州となった。1953年には、マドラス州の北部11県が、アンドラプラデーシュ州として分離し、1956年には、マドラス州から、タクシナカンナダ県が、マイソール州に、マラバール県が、ケイララ州にそれぞれ編入され、カンニアアクマリ県が、 ティルビタンクールコッチ州からマドラス州に編入された。これ以降、マドラス州とその後ろ身であるタミルナード州の宗教は変化していない。1968年、マドラス州は州名をタミルナード州とする。タミルナード州発足時は14県である。各県は、上税官を筆頭とした行政機関を有する。ありがとうございます。